広島県三原市実家。すべてはこの一言から始まった。歩いて帰るわ。東京まで歩いて帰る。この秋、広島から800キロを歩いて上京した男がいた。コンマ2センチ、竹永義隆。職業、こける人。父さん、広島の国道は車がすごくスピードを出しているわけで、怖いな。とても怖いわけで、観光名所を見つけたら必ずこけたわけで、父さん、富良野の空は今でも青いですか？竹永は風呂にも入らず歩いた。体からは嫌な匂いがした。姫路のマックで若いカップルに声をかけられた。男、おじさん、ポテト食べる。女、やめなよ、危ない人だって。男、大丈夫大丈夫。あ、おじさん、ポテト欲しかったらさ、これ拾いなよ。竹永は無我夢中でポテトを拾い集めた。ポテトはいつにも増してしょっぱい味がした。おやおや、竹永さん、有名人の方から応援コメントが届いてますよ。はい、会長です。いや、なかなかいいコケっぷりを見せてもらったな。まず結論ですけれども、男の涙ね、感動しましたね、これね。あー、タラちゃんです。いやー、もうこけてばっかりでかわいそうです。キグナスの氷河だ。俺のマーマはシベリアの海に眠っているが、こいつのマーマはどこにいるんだ。ヨガファイヨガファイ。そして竹永が東京に着いた。コンマ2センチ竹永義隆。彼は800キロの道のりを23日かけて歩き抜いた。果たして竹永にとって徒歩とは何なのか。そうですね、足を交互に動かすだけでここまでたどり着けるんだっていう、未来へ向かっての可能性ってことですかね。